んにちは。73歳竹内です。竹内むつるです。4.22 この池袋芸術劇場で公演を行います。この公演はとても貴重な公演だと思います。今まで皆様に喋ってなかった秘密を語ることになります。ご覧庁の秘史を語ることになるんです。4.22 池袋で秘密が暴かれます。この池袋の横には象子ヶ谷という町がありますが、この象子ヶ谷というのはご覧庁の人間の役人の町って意味なんですよ。実はそれはちゃんと知識辞典にも載ってます。そこはここに僕がいる意味があるんです。だから池袋に僕はよくいるわけです。ここはご覧庁の町です。4.22190000 4.22 4月22日1900お会いしましょう。ご覧庁についてご覧庁の人間が語りましょう。本物のご覧庁を語るんです。ぜひお会いしましょう。